はい、ムムです。私は今南海本線泉大津、駅近くに来ております。こちらでですね、全国で高級食パン専門店を、プロデュースする岸本拓也さんプロデュースのルビーをつけながら、こちらの高級食パン専門店がねオープンするということで内覧会にやってきました。早速行ってみたいと思います。ジュエリーの会社をされているんですけれども、今回この食パンをオープンするにあたってどういういきさつでこちらの方オープンに至ったのでしょうか。はい、ジュエリーをずっとしてるんですけれども、コロナになってやっぱりお客様が年配者が多いんですけれども、安心して外に出れなくて、私たち対面接客をするお仕事なんですけれども、やはり滞在時間も短くで、お客様にお電話をするんですけれども、お客様が今日一歩も外に出てないっておっしゃって、声が出てないんですね。でお風邪でもひかはれましたかって聞いたら、いや今日は誰ともお話ができてないので、でちょっと声が枯れるんだって言われて、これじゃあちょっとダメだなと、なんかこうきっかけで1日1回でも出てこれるようなお仕事ないかなっていうか、まあ、貢献できることはないかなっていうのを探してまして、で岸本さんに、これも偶然なんですけれども、今こういう状態でなんとか私たちにできることはないかって話していた友人に岸本さんを紹介していただきまして、で、お話をしてて本当に共感して、これで泉大津も元気になれるかな、で泉大津に人が集まったら私もすごく嬉しいですし、そういうお店を開きたくてご相談して、とても素敵なお名前を考えていただいて、本当に良かったです、ね、私もよく聞かれるんですけれども、こればっかりは岸本さんに、私も昨日よく聞かれたので、岸本さんの方にこれ私なんですかねって伺ったんですけれども、明確な回答はまだもらってないんです。ただもうこういうイメージがあるということは、私もこれに寄せていかないといけないなと。ここはもうだんじりの街なので、本当じゃじゃ馬で羽もう飛び回ってるんですけれども、こういうちょっと朝はゆっくりルビーをつけながらパンが焼けるのを待つような余裕が持てる女性にならないといけないなと思って、ちょっと寄せていってます今日も。本当にいろんな人とお話しさせていただいて、いつもパワーをいただいてるんですけれども、この情熱、私もすごく情熱を持ってお仕事してるんですけれども、岸本さんの情熱とあと皆様ここを作っていただいた方とか、もう本当にね、たくさんの方に助けていただいたんですけれども、今度はその情熱をパンに注いで皆さんに届けたいと思います。こちらのお店のコンセプトを教えていただきたいと思います。はい、コンセプトは泉大津のもう皆様に愛される大衆的なベーカリーっていうことをコンセプトに考えてます。つまり老若男女愛されるベーカリーを作りたいと思って作らせていただきました。はい、こちらのルビーをつけながらというネーミング、はい、どういったインスピレーションでつけたんでしょうか。そうですね、経営されている会社が、ジュエル藤見さん、装飾品を扱う会社なので、その思いと継承っていうのを自分がどれだけやっぱ伝えていくかってことをしたかったときに、やっぱり1日の最高スタートを切るときに、僕ルビーって響きが大好きで、実際ルビーも好きで、このルビーをつけて最高の1日を頑張ろうっていうときに、ファンも同じくパワーチャージできる素晴らしい1日を演出できるってことで、ルビーをつけながら今日何しようかな、おいしいパン食べようかなっていう思いの中で1日のスタートが切れることを考えながら考えました。全国でさまざまなベーカリーをプロデュースされているんですけれども、プロデュースをするときに気をつけていることなど
どんなことがあるんでしょうか。そうですね、やっぱりパンを地域に合わせてまず最適なパンを作ること、やっぱり地域に対して水も全部違うので最適なパンを作ることと、あとはやはりやっぱり一番なんでクライアントさんがこのお店に対しての思いや情熱っていうのを僕がやっぱり組み入れなければいけないので、そこをやはり一番理解するっていうことを一番気をつけてますね。なるほど。今回はもう本当藤原さんの思いっていうのが十二分に伝わってきたので、なんとかそれを形にするのが、まあ、僕の仕事だと思ってたんで、本当に、まあ、いい店作れたなと心から思っております。はい、耳までふわふわ。うん、うん、耳まで柔らかいです。ほんのりと甘さがね、ローズマリー蜂蜜のほんのりとした甘さと、そして口の中にこのもっちりとしたね、酵母ですかね、もうパンのイースト菌が広がります。なんかね、飲める食パンみたいですよ。うん。